はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦全開戦からやっていきたいと思います。現状ですね、オリハルコンさん100勝87敗というところで、勝ち越しでの100勝、3回ぐらい、100勝はまあいつもね目指していってるんですが、負け越しでの100勝だからね。はい、対戦よろしくお願いします。やっぱりゼシカ入れてから勝率はいい気はする。あれはサイマー、ガボーがいるね、ガボーが、これ配置は恵まれてますね。あれがサイマーだったらね。ヨーマヨーマでした。でポワン来て、混乱を返せばいいって感じかな。まあ、昨日も言ったけど S と C ランクで等倍交換はありがたい。おでもあれさ、ピサラナイトか、ピサラナイトも魅了、まあ普通は取られるじゃないですか。そしたらデインでギュメッチのね、その後ね大ダメージなんですよね。はい、対戦よろしくお願いします。スライム系、これ得点あってもいいよね。スライム系だけにさ統一すればさ、ボーナスプラス10ポイントとかさ。はげ、剥ぐんじゃないよ。さあこれ誰が止まるかな、団子三兄弟の。これ移動だっていくつあんの、これ移動めっちゃありながらのさ、めっちゃ止まる、2人止まる。あ、今スライム系といってもこのエースがいるじゃん。メダバネ、メダバネ取れ。あーそうか、これ、そう、あー素晴らしいな。もうスライム系といってももう勇者スラリンガルで鼻で笑っちゃったらもうダメよ。強い。エンペラーとか、もう鼻で笑っちゃダメよ、強いから。まあ、キャラクターこんだけ増えてきたからね。系統縛りしたらポイント上げてもいいよね。はい、対戦よろしくお願いします。もうそういうさ、いろいろなんかね、新しいルール作ってた方がいいと思いますよ。もうマンネリ化じゃん、ずっと同じで。でバラモス杯だからなんとか、アトラス杯だからなんとかって、なんか得点ないじゃん別にね。グン 40%、まあ、さっき取ったからな、まあそれよし。これはデンデンがなくなって、ロトなんで、ロトは2人でやるかね。ロトに関していけば出てこい、アストロンするんじゃないぞ、出てこいよ。もう灼熱とあれで燃やしてやるから、貫突だろうがなんだろうが燃やしてやるから、出てこい。またね、待ってナイツ、なんかすごい塊になっている。じゃあこれはばらけます。ウォーター、ウォーターどんぐらい、これはね、ここ取ってよくないかな、普通に取ってよくないか。
変な贅沢言ってるわけじゃないんですよ。あ、これ剣の場所入っちゃダメ、剣の場所入っちゃダメ。2人落とせないんかい、マジかよ。3人は HP 満タン状態、これ剣ですね。 OK、 そう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 、いいんです。もう電電を差し出してこっちに踏み込ませる。ギルド大会の防衛パも速攻パーで最初入れてたんだけど、最後昨日ですね、受け身パーティーに変えました。それが気持ちいいってこと知ってるから。はい、対戦よろしくお願いします。あー、よくないね、よくないね、よくないね、うん、よくないね。今度はコーナー取ってほしいな、うん、取ったってよくない？ねえ、セクシービームさっき取れてないんだよ。スナイプか、取る人はないけどさ。別にマジでおかしくねえか。かわいそうに致死量致死量上回ってんだけどね。かわいそうすぎないかそれ。牛めえよ。これが今んとこあれが生きてるから、そこをうまく利用したいかな、どっちかというと。半分削れてる。ああ、これ電源は良くないな。まあずれるか、ずれていくか。あ、取れちゃったか。ああ、取れたな。じゃあここか、これか。これでいく。あ、これ間違ったか。ミラクルソード、ナイス。で、灼熱落とせないかな。おい、ふざけんなよ。落ちてたやん、落ちてたやん。全然違ったんだけど。お、真珠だって生きれてる。ガボやれ、ガボ。本当によ。あ、真珠な、もうつら。これで終わるよな。さすがに。いやー、もうさ、つまらん。もう三河足持ってんだらいいけどな。いや、生き残ったとてなんだよな、あれ落とせないんですよね。灼熱落とせるのかな、やってみる一応。これでもテンション溜める。いやいやいや、ダメだよな、ダメだ、ダメだな、うん、ダメだな。いや、もうデスピもさ、ガボに打ち込めばいいんだよ。あれで落とせたらだいぶ違っただろうな。必殺でいけるっていう保証もないからね。今のターンはガボ落として、ダメだな。カバーが逆だったね。いやいや、でもあれだよ、ミラクルソードでガボが落とせるっていう判定だったから、あそこの場所あったんだよ。はい、対戦よろしくお願いします。疾風山とかだったらね、真珠守りながら行ってもよかったけど。もういい加減出せよ、いい加減出せよ。 40%3回で 60%、 ふざけんなよ。三河足だけしっかり取るくせに。もうオートっぽいんだけど、めっちゃやってやりたいんだけど。うわ、なんで取れないかな、マジで。
うまくカバーして、ふざけんな、そんなの試合にならないに決まってんだろよ。でこんなくだらねえことするかな。運営に聞きたい、足遅いやつはもう人権ないんですかって。だからいつまでもさ出てくるメンツ変わんないんだよ、もう足が速いやつだけ。はい、大戦よろしくお願いします。バルザクっていいキャラクターなのにさ、鬼コンボとかさ、足が遅いがためにミスる確率があってさ使われないんだよ、あんないいキャラクター。一番かわいそうなのウルドーガだよ、最新だぞ、11の最新キャラが使われないって。けーんだな、ここに来てけーんだな、もうね読めちゃう。であの子はラリホで生き残っていればキラマ2か、キラマ2ね意外とね残しておくとね後々厄介よ、うん、後々厄介で、あれは混乱でいいんじゃない、これあれだね、うちに優位だね。でメラメラで勇者を燃やせばいいでしょ、うん、これうちに優位ですね、マジで。これロトも来るでしょ。でキラーマ2なんかも最初の何ターンかだけギアチェンジかなんかついてんじゃないの、違うの、今 3でしょあれ、あ来ないんだ、オッケー、これを逃しちゃうとは。これ何どうすんの、ロト、ロトも来ないんじゃない、あロトは来るんだ、あグーグーグー来ちゃった、グー来ちゃったから、これはスナイプ打ちながらのスナイプ打ってデンデンのメラまで入れる、そこまで、うん、そこまで使おう、じゃないと落ちんのかな、落ちないんじゃないかな。オーバードライブ、他これさ、他に打てる場所こっちか、こっちあるか、ここここでいいか、これしかないもんだってやれること。つまんな、は、はいつまんな、はいつまんな、はいつまんな。今の音沙汰が見たかったな。そういうのを 見させてくんないんだもん、つまんないよ。あーやっぱ落ちないんかーっていう落ちが良かったじゃん、どっちかっていうと。ミスでさ、素早さのミスで、スナイプだよ、しかも技が。スナイプ外す？マジ？外せや、じゃあ。ね、取れ！そして。そして取れ。いやここ強そうだな、ちゃんと見たいもう運営に対する怒りだけでさ全然パーティー見てないわ。強いよこれ多分、ゼシカいながらあのマデュラまでいるじゃん。あだってゼシカ使いはだって分かってるわけじゃん、こっちが何したいかって。使ってない人はさなんか分からんじょ。これはいけんじゃないか、これいけんじゃないか、スナイプで、いやウォーターで落とす、ウォーターで落とす、ちょっと待ってこれロ、ちょっと待って、ちょっと待ってこれどうする？これうちに、うわあのロト硬くない？え何あのロト？こっちの方がダメージ出るんだけど。今まであんな変異種いないよ。ウト。いやこれよ、これだったらまださ経験事情やったっていいじゃん。
これすらさ、わあ落ちないんだ、本当落ちないんだ。させてくれないさ、さっきのミスって何ってなっちゃう、本当に。これこっち落とす？これひどくね、この形ひどくね。この形。まあまあまあ、これが正解だろうね。落ちないんだったらね。これ頼むよ。頼むよ。こんな取ってよ。スーパーチャージ、わからんけど。で、ここでラリフを取っちゃうから、マジで。60% ありますんで、30% で寝ます。世界初、マデラの寝顔。いや、誰やんの。首5個あるやつの方がいいぞ。なんか倒した感あるじゃん、5個あると。それ疲れていいんじゃないかな。あー、一番分かっている、分かっている。しかもこのロト落ちない、うちの2人じゃ落ちない。どうした、なんかメラ属性域威力アップ終わっちゃったキャンペーン、なんか落ちないんだけど。だって千、だって そんな、あれ、ちょちょゾート見たいんだって。2200って何？じゃあマデュラが、マデュラ狩りでもしようかな。記念にマデュラ狩りでもしようかな。いや、これは有意義な試合よ。これは有意義な試合。あ、こんなロトもいるんだっていう。今までの貫突ロトで落ちなかったらいないもん、だって。メラ属性域強化の、あ、装備変わってる？もしかして。昨日闘技場入れんのに、ちょっといじった？あれ？いじってないよな。これ合ってるよな。さっき、こっから呼び出したもんね、ちゃんとね。いや、域力は漏れてないんですよ。装備で。素早さ調整するためにこうなんだ。これ運営が悪いんだよ、正直。せっかく真珠の爪持ってるのにさ、生き力上がんない装備をつけてる。はい、大臣よろしくお願いします。もう運営やってないから、闘技場やってないから分からんだよ、このみんなの苦しみが。で、この 40% 3回だって外したまんまだからね、どんな確率してんのってなっちゃう。4回目、先に判定してからさ、追撃だよ、ここも。運営さん、わかります？先に判定してから追撃です。ここはどうしようか。あれ、ラリフ取れるかな。これ耐えれるかな、ギラ。耐えらんないか。あ、ゾマもいるのか。甘い気だなったな。次ゾーマも早い、あ、ゾーマまで早いんだ。ゾーマな、いやでもこれやること一緒だ。これはじゃあ上上がるか。ヤマタノオチはこの横から吹きかける、それでよくないか。耐える耐える、お願いします。ちゃんと分かっている。体勢はいいね。体勢悪くない。スナイプをここに入れる。あと下から行こうか。下からな。取れる。取れる。だったら上が良かった。だったら上が良かった。これ出る。誰だっけ？誰がいいんだっけ、そこ。マーム君か。あ、マーム君か。あ、マーム君。灼熱。おろち髪行く？
これ上がる、うん、ちょっとギリうまいこといけばうまいこといくって感じ。天魔法界頼む、バグで天魔法界やれ。あ、まひあれまひなかったっけ、属性なんでこれゾーマ打ち込むんだろうね。ゴーケさんだ、守備力いくつだ、あ見たいんだけど、守備力335でしょ、こっちの方があるでしょ、うん、なんだろうねこのね仕様ね。バタフライだっていいわけじゃん。いや悩んでますね、悩んでますね。でゾーマを残しちゃったらあれよ、あのテールハンマー行くからね。麻痺跳躍ね、行くよテールハンマー行くから。どうせ寝るな、オッケー、誰も寝てはならぬ。プッチーニだっけ、合ってんだっけ、プッチーニこれだって、あそこでないか、まあいいでしょう、うん、いいでしょう。これはこれ、え、なんでこれ当たるってなってんの、はい、なってないよね。よし、いいぞ。で、神竜は右側から行けるのかな、こっちから打てない、打ってほしいとこだけどな、うん、真ん前でちょ、こんにちは。さあ、いいぞ。ラリホーだけ頼む。こっち 40% さ、4回外してんだから、いいんじゃない、ラリホーだって外したっていいよね。いいぞ、いじめな。これワンパンはされないから、次ゾーマを落とせるチャンス。これラリホー捉えてもまあいい。じゃあ、なんだったら。うん、それしかやることできないもんね、そっちはね。こっちはもう真理の次のブレスで、あの二人は落とせ。本当に寝るか。あ、しかもゾーマ先か。どうだ、しかも近づきすぎて打てないだろう。打てないだろう。近づきすぎて、あっ、しゃさあ頼む、神竜ここで頼む。ゾーマとあのオルゴデミラは近づくこと、オッケー、しゃ。さあバタフライ買っちゃおうかな最後。さあ闘技場の端まで逃げるかい、ここまで。はい、はい、対戦よろしくお願いします。うん、いい加減取ってくれ。あー、これそこにそれがいんのか。そこにいんのか。はい、5回目だよ。チャレンジ5回目。よし。5分の1、20%。おかしいでしょ、確率が。遠くに行き過ぎちゃってないか、それ。これも届かない。で向こうが先か、これどうする、オートだな、パレオ取れよ。これはスナイプ、動けるよね、動けるけど場所がないわ、ここになっちゃうわ。シェイで安心してあっちに行けるっていう判断ですね。ゴッドもしくはこっち、こっち。いや、これ落ちないんじゃないか。神竜の、あ、じゃあ、ヤマタのオルチごときじゃ落ちないんじゃないか。なあ、落ちるけど起こしちゃう。どうするこれ。ねえ、落ちるけどさ、ヒャドきついぞ。いや、こっちだ。これ、起こしていかん。絶対起こしていかんって。あー、もう悔しいなー。メリークリスマス入ってるのあれ。遠かったおかげで
審理まで入りませんでしたねっていう感じ。サタリナ、サタリナ、あーよしよし最高、もうこれ最高。わらわらわら厳しいか。じゃあココナツです。これ危ねえ、ココナツです。あ、これ打ってよかったか。まあいいか、これ届かないの、あの子に。え、あ、ここか、ここで行けるか。ここで行ったってさ、届いてなくね、これ。どうなってんのこれ、うちねえ、どうなってんのこれ、うち。うん、まあまあしゃあない、ここでぶち抜けないから。どうなってんのこれ、うち。テンション溜めて何してんの。うん、まあまあこれはな。あ、もうベーラ、なく、あ、ベーラじゃなくて、あ、あ、あ、どうだ、真珠殴るかこれ。おお、必殺きた。あ、オーロラブレス頼む。な、これさどうする、これさ、うまく、あ、これできるか、これいける。くだんな、くだんな。あ、でも60歩入ってるのか。それはまあまあいいんですよ、入ったって。これはスキルだからね。しかも2段取られる ?60%2 回取られる。その確率いくつ。そんなないと思う。 80% ぐらいか。まあ 80%、 まあ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 勝ち戦だったからね、そこまで文句は言わないけど。はい、対戦よろしくお願いします。ここは強い、ここは強いよ。あー、その配置でよかった。まだ試合になる、これ終わったら。鉄壁の守り、ミリオ取っちゃえば意味ないんですけどね。うん、そういうことでよろしくお願いします。あ、ダビアが来てほしいな。ダビアが1杯目。あ、バラン、バランにダビアがどんだけ効くの、それが見たい。いや、観戦したい、私持ってないから。うん、バランも貫突持ってないから、貫突のバラン対貫突のダビアが、貫突なのダビアが、うん、それが見てみたい。あー、危ねえ、死ぬ、隠れろ。OK、出ませんから。お互い3ターンまで待ちましょう。おい、攻めてくるナイトだったか。それは良くないぞ、それは良くないぞ。これどんぐらいあるの、射程。そっか、でこれは受けるか、甘んじて。テンションちょっと、もうちょっと待って、5杯まで待って、ちょっと5杯。ちょっと5杯まで待ってくんないかな。そしてドルオーラで、いや、あれイオだよね、イオ、イオ、あ、ギラか。まあまあまあいいか。うん、落ちたところはぶち込む、それしかない。こっちはバラ間違って、この辺さ、つるっと、この辺つるっと来てくんないかな。では向こうのあれが入ってるか、まあ、ここにバラン来るのか、ここにバラン来て、竜門戦、竜門戦、そんなやつ。やめてって、マジで。なあ、こっちはこっちで行ったるぞ、これ、行ったるぞ。見とけ。頑張れ。頑張れ。はい。でも3ターン目以降強くなるから。お前だよな、問題は。お前なんだよな。
役に立ってないんだよな多分な。ちょっと弱気なとこ見しちゃったかな。なんかあっちに逃げようとしてる。よし、これはブレスをぶっ込みます。これはこれ、で次デンデンに気を取られてる間にもう一杯ジュース飲む。どう、デンデンに気を取られてる間にもう一杯ジュースをガブッといきます。うん、そこで打ち込んでもいいけどね。次だから縦5並べ、お前ら打ち込んでやるから。鉄壁の守りだろうがスカラだろうが何だろうが継戦の守護だろうが打ち込んでやるから、並べそこで5。それが落とせるかどうかみたいな、逆にね。さあ悩んでます。あー、まあな、まあね、そうでしょうね。キャドって聞くの、この子何聞くの。あー、取らないよな。うん、そんなイメージある。これ縦に貫くか、これ縦貫こうか、縦貫いていけ。うわ、めっちゃ気持ちよくないこれ。これみんなだったらどうする。ここあー、バラン、ナイスバラン、ナイスバラン。これずれる、ずれてこれ畳んで落とす。さよなら。でだ、でこの子はギラ OK だから、前に出る。こんな感じ。灼熱落ちんのか、めっちゃいいな。けどさ、打たしたくない、ドルローラー。打たねえか、紋章戦か、打つとしたら落ちんのは。あ、でもさ、 HP 回復してっちゃうな、HP 回復してっちゃうよね。あとハードラーやるだけなんだよ、頼むって。さっき打てばよかったな、やっぱり打てばよかったな。あー、打てばよかったかな。そしたらハードラーだけにもうさ、一極集中できたじゃんねえ。なんだかんだで取り込めるか、大丈夫か、オーラルブレスで。次スナイプ打つから大丈夫と思うけど、まあまあまあいい。さっきの頼む違うって、違うって、そこじゃ、おー、そっから、あざす、いいっすかね、いいっすかね。ちょっとよくない、なんとなくよくない、なん、いいっすかね、いいっすかね。よし、よし、いや、あの未白のパレを取れたのが一番大きい、バラに対して。そこです、勝敗を分けたのは。いや、ためにためた運の月がやっと吐き出された。ここで、これしばらくないんだろうな。うん、しばらくデスピのあれ受けて混乱取れないんだろうなって思っちゃう。いやー、でもいいとこで発動した。これここで見れたらいいんだけどな、ね、見たいんだけどね、特技を、特性か。いや、ダビアが見たいわ、ダビアが対バラン戦みたい。もうマスター隊の人の観戦したい。どんな感じになるのか自分じゃ再現できん、それ。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。